お世話になります。ひとりでございます。第4世代ダイヤモンドパールには暗黒世界とも言われる謎の場所が有名ですよね。この謎の場所に関する動画を上げた時にこのようなコメントをいただきました。謎の場所に閉じ込められてもブラックホワイトへはボックスのポケモンは送れるので、手持ちを最低限の少数で挑めばボックスだけは助かります。この方を疑うわけではないですが、これが本当だったら安心して謎の場所にトライできますよね。謎の場所でやらなくなったどんだけとなるのはよくあると思いますので、今回は謎の場所を愛する人類のために、謎の場所から出られなくなってもポケモンは送れるのかを検証していきたいと思います。なお謎の場所バグは検証結果に再現性があるとは限らないので、もしやる際は自己責任でお願いいたします。はい、じゃあそれではやっていきたいんですが、先ほどのコメントにもあった通り手持ちのポケモンは送れないので、今ね手持ち結構いい感じのポケモン持ってるので、こいつらをねボックスに預けておきたいと思います。雑魚に手持ちをしたいと思います。それでは行きましょう。ディアルガとかはいるからちゃんとここに置いといて、とエンペルトとかも一応欲しいから入れときましょう。ギャロップも欲しい、あとムクオークもね一応。はい、ということで手持ちはペリッパー1体だけにしました。こいつ1体だけでナミルは使えるのでいけるんじゃないかなと思います。でこれでまず何やっていくかというと、謎の場所にはまっていくということですね。とりあえずレポートだけ書いとこう一応。はい、じゃあここから例の場所にまずは行きますと。はい、登っていきましても、ここ何回来たんだ私何回もやってるからここ何回も来ましたね本当に。はい、例の人のところにこいつ戦われなくてかわいそうだな、何回もこいつこっち行っちゃうから逆方向行っちゃうから戦えなくてかわいそう相手。まあいいわ、とりあえずここで、はい、波乗りを使っていきますと。ペリッパーさんの波乗りを使う。はい、ナイス。当たり前のようにね戦わずに行く、あいつも止めろよっていう話なんですけど、四天王のやつもね私を。どこ行けましょうか、じゃあ右左下どこか、下まっすぐ行きましょうか。これ四天王から遠ざかる、どこまで、あー止まった、もう止まっちゃった、早えよ。ちょっと待って、戻ろう、一回戻ろう戻れたし。だからこれどこ行こう、右行きましょう。自転車今出そうと思ったけど出せなかった。右行きましょう、めっちゃ右行こう。どこに行けるか、はい、ここでチャリでも乗って行きましょう。ずっと右に果てしなく行きましょう。右側ずっと行けんすよね、何も出てこないし、しかもめっちゃ長えわ。あ、じゃあここで試しに、もうどうせいらないんで、もう探検セット使ってみましょうか。なんとなくこれで何が起こるかちょっと見てみましょう。探検セットありますね、ここ使っちゃいましょう。はい、来い。どうなるかな、どこに出んのかなこれ、地上に出たら。はい、行きますよね、これは行けると思うんだけど普通に。はい、はい、あ、これここ自体、あ、マジかマジかマジか、通信エラーが発生しました。タイトル画面に戻ります。え、ちょっと待って待って待って、え、これ検証ミスったか、もしかして初めからなっちゃうパティン、これ待って、どこで終わる、あー詰まった、詰まりましたね意図せず詰まりましたね。これ左行ったらどうなんだろう、戻れるのかな、ちょっと左行ってみます。あ、行けてないのか、あ、完全にはまりましたねこれ、やべえはまっちゃった。本当はこういう形でハマろうと思ってなかったのにハマっちったよガチで。ちょっともう一回使ってみる、もう一回使ったらどうなんだろうあれ。はい、行きますよ。はい、書き残した、やっぱ中止になっちゃうのかな、あーダメか、やっぱダメか、普通にこの画面になっちゃうからもうこれで終わりなんだね、本当に積んだ状態になっちゃうんですねこれで。はい、やはりもう一度行って もう完全に四方八方塞がれてる状態でございまして、戻ることもできないこの状況になりましたんで、別のソフトにねブラックに送っていきたいと私は思っております。それでは行きましょう。はい、シフトファクトリー行きましょう。ファンタスティックトレーナーということでまた言われまして、例のミニゲームやっていきますよ。はい、できるかね、ここが一番の関門ですからね。おし、じゃあここで DS ダウンロードプレイやっていきましょう。はい、ダイヤモンド刺した状態で DS ダウンロードプレイをねやっていくっていう感じなんですが、いけますかね、どうなるかな、できるかなこれ、え遅くね、あ来た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 、普通にできるっぽいなこれやばいでしょ、あんなハマった状態でできんの普通に、あー来た来た来た、マジか、掘れましたね普通に。まあ、この黒いやつは秘伝マシン覚えてるので連れていけないって感じですかね多分。あーやべ、ミスった、ポッタイシ、わーミスった、バカした、ポッタイシちょっと持ってきたかったのに、ギャロップ持ってきたかったのに秘伝マシン覚えてるから連れていけねえ、うわ最悪、バカしたなマジで、クソバカしたわこれ。まあ、とりあえずディアルガ持っていけるかいいや、一応でアンノーンね、リーシャンと、あとはコダとかかな、あとはミミロルかな、いけ、はい来ました、この例のミニゲームこれ得意になりましたからね、結構私いけますよ多分。オッケー、ようやく終わった、危ねえ、ギリ成功ですね。はい、レポート書き込んだと。はい、普通にグレートと言ってますね、これいけたかな、やっぱりいるか確認してきますよ。来たー、リアルか
連れてこれんじゃん、やっぱすげえな。アンノーンでしょ、ちゃんといますよ。リーシャンにコダックに、あとミミロル、ちゃんと来ましたね。これはすごい、マジか。謎の場所にハマってもやっぱ持ってこれるということですね。まあ一応ポケモン本部まで持ってっちゃいましょうか。はい、じゃあポケムーバーで送っていきますと。あ、行けましたね。ちゃんとフルで行けますね。連れてきたポケモンちゃんと全員いますね。はい、余裕で転送できました。これはやばいでしょ。はい、じゃあ次はポケモンバンク行きますよ。オッケー、転送ボックスちゃんと来てますんで余裕で行けるすげえなこれ、なんでだよ。はい、ここで全員掴んで、はい、オッケー、余裕で行っちゃうと。はい、データの送信が正常に終了しましたやばいでしょ。はい、じゃあポケモンホームから送っていきますと。それで引っ越しを始めると、はい、パスワードを表示していきますと。でポケモンバンクの方でポケモンホームへの引っ越しをやっていきますと。でここは選んで確定ですね。普通に行けちゃうんだはい、パスワード入力やっていきましょう。引っ越し始めますということでね、できたんじゃないですか。はい、ポケモンホームやってきますよ。オッケー、ボックスそのまま迎え入れていきましょう。はい、じゃあこれで、剣盾を連動させて見ていきましょうか。来るかな、こっちの右側かな。はい、来ましたちゃんと全部来ましたね。剣盾に送れないやつだけど全部。で、DR がマスターボール入り、アンノーン2体に、リーシャンに、コダック、ミミロルちゃんと持ってきましたと。これはなかなかいいんじゃないですか。すごいっすね、本当にこれは。やっぱりゲームフリーク、もう万歳ですよ、本当に。ということで検証結果は、謎の場所から出られなくなってもポケモンは他のソフトに送れるでした。しかもちゃんとポケモンホームまで送れちゃいましたね。で最後に謎の場所にはまったね方のソフトはどうなってるか一応見ときましょう。なんか変わりがあるか。はい、じゃあ続き始めると、あーやっぱ変わってないな。ポケモン送っても何も状態は変わってないというね、悲しい現実ですね。相変わらずまあペリッパ一体で、さすがにこれは無理ですよね、まあ、とにかく今回は積んだ状態でも別のソフトへポケモンを送れるということでございます。このことから察するに、多分ゲームフリークは私たちにこのようなメッセージを伝えたかったのかもしれません。どんなに苦しくて心が暗闇に包まれても未来への希望を絶やしてはいけない。まあでも結局最初から始めないといけないんですけどね。